木さんですか？あ、赤木です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとじゃあ中に。上で話しますか？あと10分しかないですけど。はい、ごめんなさい、ちょっと遅れちゃって。いえいえいえ、まあお仕事あるのは知ってますから。いろいろ忙しくて。あ、そうなんですね。なんか変わった用事でもあったんですか？いや、事件っていうか、結構趣味対応ずっとしてて今日。ああ、なるほど。はい。はい。まず今から話する話っていうのは一応くずしろさんに確認を取ってきてはいます。あの、くずしろさんに、はい、まあ、何の話かというと、はいはい、捜査令状に関する話ですね。家宅捜索について、うん、まず、まあ、2077の、まあ、お家、はい、2027かのお家、家宅捜査令状が出て、そうですね、家宅捜索が。2027？ はい。ああ、はい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 。家宅捜索行ったこと覚えてませんか？それとも俺いなかったんですよね。あ、いなかったんですか。はい。まあその日、先週の日曜日に家宅捜索が行われたんですよ。はい、おう。まあ、それは捜査令状がで発行されていて、まあ、それ自体には問題はないんですが、うん、まあ、捜査令状って一度捜査が行われたらその日中には執行されるっていうことらしいんですよ。つまり、はい、あの、先週の日曜日以降、まあ、今週の火曜からは捜査令状がない状態になってますよね。ああ、そう。それはくずしろさんが言ってきたんですか、その形で。はい、あの、一度捜査令状の有効期間っていうのは基本的には、うん、有限ではないんですが、あの、一応捜査が行われたら、家宅捜索が行われたら、まあ、その捜査令状自体は執行するものだと、あの、伺いました、くずしろさんに。はい、あ、そうですね。ってことは日曜日に家宅捜索が行われたので、それ以降、うん、2027の家宅捜索に入る、まあ、2027の家に警察官が侵入することは、勝手に侵入することは基本的にはできないという、この日以外にことですよね。だから、そうです、そうです、うん、そうですね、うん、という状態になっているにもかかわらず、今週の火曜ですね、うん、火曜日、あ、はい、火曜日、武井庄司が許可なく、おそらく鍵はかけていたと思うんですけど、うん、まあ、許可なく鍵を開けて、2027の住居に入って勝手に捜査をしたんですよ。それを見たってことですか、高橋さん。はい、その場にいました。私とノアチェンバーがその場にいました。ああ、どうやって入ってきたんですか。僕らは鍵をかけたつもりだったので、あの、おそらく鍵をど何らかの方法で開けて、武井庄司は、あの、2027の住居に侵入したと考えてます。うんうん、本人に直接聞いてはいません。ああ、なるほど。これについて警察はどうお考えなのかということですね。うん、どうお考えというか、まあ、これはその時って警官って一人でした？武井庄司一人だけでした。何時頃ですか？比較的朝早い時間でしたね。19時前後だったと思います。そう、で火曜日もちょうど俺いいんだよ。19時頃ですか？19時頃だったと思います。細かい時間はちょっと覚えてなくて、調べれば出せると思うんですが。あ、衛星残ってますもんね。そうですね。家宅捜索してきたんですか？あ、火曜日の話ですか？はい。で、扉を、鍵を開けて、住居に入って、こちらの手荷物検査だとか、スタッシュの中を見たりだとかして、捜査を進めていったので、まあ、スタッフの中も見ようとしたんですね。はい、なので私の中では、まあ、家宅捜索と同等のことが行われたという認識です。スタッシュも漁ったんですね。じゃあ持ってったってことですか？押収したってこと？スタッシュの中に何が入ってたかどうかはちょっと記憶にないんですが、まあ、いくつか物を押収されたのは確かです。その時ってなんか武井に
令状があるからみたいなこと言われました？令状があるかどうかについては本人には聞いてません。あ、じゃあ、なんかその家に入ってきて職質したときに令状があるから入ってるよみたいなこと言われました？そんなことは言われなかったですね。メモしながら言ってます、はい、押収されたかどうかっていうのはこの件に関してはその重要な要素になるんですか？いや、そのままその何家宅捜索っていう枠組みで押収に踏み込んだの か、 なんかその本人しかちょっと分かんないんで、竹井自体しか、こっちが聞きたい、こちらが聞きたい内容っていうのは、現状そのあの建造物に鍵を開けて入ることっていうのは警察の中で容認されてるのか、市の法律上問題ない行為なのかっていうのを確認したくて、物を押収したかどうかっていうのはちょっとはっきり言うと曖昧で、しっかり確認したいと私も思い出せないです。あの家自体って高橋ほのさんの家なんですか？所有者は、所有者は、まあどういう状況になるんだろう、我々の組織の所有物になってると思います。じゃあその組織の大元の人が持ってるですね。そうですね、組織のオーナーは加藤になるので、加藤の所有物と言っていいのかなと思います。オッケー。なんかこの町って結構鍵をかけれるところとかってあるじゃないですか。そういう枠組みで閉まってたり開いてたりするのか、それとももう所有しててちゃんと持ち主の鍵を持ってるのかっていうのは、じゃあまあ加藤敦さんが、まあ、持ってるってことですね、鍵は。開ける条件はジョブの一定以上のランクについていることが条件ですね。なるほど、了解です。ちょっとすぐお答えできないと思う、本人とも確認しなきゃいけないんで、これってはいちょっと時間もらっても大丈夫です。竹井が今いい、本日中にしますか、それとも、あ、というか、赤木さんっていつ寝ます、うん、3時以降起きてます？俺大体なんならこの時間いないです、本来。あ、今の話です、今日の話です。あ、今日はそうですね、起きようとは思ってますけど、でも本人がいないですか？あ、そうですか、本人いないですね。基本的にそのなんだろう、この行いは正しい、なんだろう、問題ない行いなのかどうかの確認がしたいだけなので、うん、まあそれをなんだろう、警察の中であったり、まあ、警察と市ですかね、まあ、法律等と照らし合わせて、その問題ある行為なのか問題ない行為なのかっていうのを教えていただければ、こちらとしては一旦問題ないというか、それを受けてから問題があるか、問題があるかないかっていうのは、この家宅捜索ってものに対して、この町ができてから数少ないんですね、例が。なので本来まあ捜査令状とかこの令状自体っていうのは、なんて言うんだろう、まあ、夢の世界に設定作ってるのか、それともこの町特有の掟で作ってるのか、そこが定かではないんですよ、今現状。なるほど。だからそこは一旦市長とも確認しなきゃいけないかもしれないですし、多分崩城さんだけではそこも多分決めてはいけないのかなと思うんです、まあ、もし決まってたらあれですけど、はい、決まっていたらそれで問題ないですけど、崩城さんの方も警察の方に問い合わせてほしいという話だったので、判断できなかったんだと思います。そうですよね。だから、一旦そこはもしかしたら市長に確認した上で、これはどうやダメだよっていうのになるかもしれないですね。なるほど、わかりました、はい、あ、ちょっと感じ目すありそうなんでパンスと出てきましょう。はい、ちょっと時間もらっても大丈夫です？高橋さん大丈夫ですよ。もしかしたらちょっと市長に確認した上になると思うんで時間かかるかもしれないです。はい、それは全然構いません、はい、ただ確認取れるまでは、ね、中に入らない方がいいのかなと思っていて、いや、そっちの方が絶対丸いです。はい、はい、まあ一応これはちょっと貫通した話になっちゃうんですけど、うん、僕らとしては中に入ってこられても構いません、うん、これは貫通した話です。はい
はい、あのキャラが高くしておきます。そう、キャラが高くしてください。はい、まあ、そういう感じでよろしくお願いします。わかりました。はい、ちょっとじゃあ一回確認しますね。そこは、あ、終わっちゃった。振ろうかなと思って。あー、そっかそっかそっか、ありがとうございます。藤代さんって今いる？どうでしょう。さっき話したのって何時頃ですか？1時とかだったと思いますね。あー、寝てる。電話します。はい、はい、くずしろです。もしもし、赤木です。はい、どうされました？今高橋さんと一緒にいるんですよ。はい。でさっきちょっと話を聞いて、はい、ちょっと詳しいことをくずしろさんも含めて話したいなと思ってて。承知しました。今どこにいますか？魔法少女カフェで体験の子を見てたんですが、多分この後解散する流れになるので大丈夫だと思います。逆にじゃあ魔法少女カフェ向かいましょうか。俺が、あ、いいですか、こちら来ていただいても。すいません、ご足労おかけしますが、よろしくお願いします。はい、失礼します。やろ、一応、はい、俺もね確認させてもらって、捜査令状の件なんですけど。はい。あー、やっぱりそう、あれがその1日で使えるっていう、あ、ちょ、1日しか使えない、はい、1回のみですね。でそれって、はい、1回のみっていうのは、はい、市長からも一応お話がある中でって話ですか？いえ、僕が懸念していた事項として、はい、さすがに、まあ、やんないとは思いますよ、思うんですけれども、うんうんうん、1枚あることに関してそこにいつでも操作できるってなっちゃうとやばいなっていうところで、1枚あたり1回のみということで伝えさせていただいております、うんうん、で一応捜査令状にも、必要がなくなった、例えばですけど罪の疑いがなくなった時とか、うん、罪の疑いがあった場合でも、令状が必要なくなった時は、裁判官に返すようにっていうふうに書いてます。あ、罪の疑いがなくなった時ですか？はい、なので、まあ、例えばこの町で言うのであれば1回罪状切った時ですね。ああ、そういうことか。あ、なるほど、なるほど、なるほど、びっくりした。俺今一生続くやと思ってました。あ、そこはちょっと僕の書き方が悪かったかもしれないですね、申し訳ないです。でそれで、まあ、このいつまで使えるっていうのが明確には記載がないじゃないじゃないですか、はい、これ警察目線どうですか？僕はその人が毎日起きているとも限らないので期間は設けない方がいいなと思ったんですけど。だから別に当日じゃなくてもって話ですよね。そうです、そうです、そうです。でしょうね。でもそれはその日で1回 1日使ったら、それ以降はまあもう使わないようにみたいな感じなんですよね。はい、それはまた改めて、証拠とかを集めて、なので別件、その、はい、一応記載はないですもんね。その1日使ってそれ以降は使わないようにみたいのは。そうですね、そこだけちょっと今読み上げましょうか。少々お待ちいただければ。もしかしたらそこで認識の違いが生まれてる可能性があるんですよ、書院で。あー、ちょっと今読み上げますね、そこの部分、はい、文章。被疑者に対し罪を犯した疑いが存在しなくなった際、この令状により捜索または差し押さえに着手することができない、この場合にはこれを当裁判所に返還しなければならない、うん、罪を犯した疑いが存在している場合でも捜索または差し押さえの必要がなくなったときは直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。なので、まあ罪状として切った場合、これはこの町は罰金切ったら終わりじゃないですか。あ、じゃあ書いてあるな、そうなると、はい、うん、まあそに多分日曜日罰金等は切られてないんですけど、司法取引によってその罰金等、これ僕聞いて大丈夫ですか？まあでも一応そこら辺も考慮した感じですね。何らかの理由で罰金を切らない場合が公団になります。罪を犯した疑いがあった場合でも必要なくなったら裁判所に返してね。司法取引でじゃあ罰金は切られてないってことですか？結果的には切られてないんですけど、罰金を切らない代わりに行われたものなので、まあ、実質切られてるという認識ですね、こちらは。え、その時って武井いました？もちろんいました。あとはもう党の本人がいないことには確認しようがないから、まあ、でも書いてあるですね、確かにここは。はい、うん、了解です。一応その最初に出した時、はい、これ書いたから大丈夫かなと思ったんですけど、
一応これちゃんと言葉で伝えた方がいいなっていうところで、後日一応、誰だったかな、キャップだったかな、キャップに、うん、なんか見えなくなったからもう一回印刷し直してくれって言われた時に、うんうん、これは一回だけですよ的なところは、あとはあれだ、書かれてるもの以外は押収しちゃダメですよっていうのは話をした覚えがあります、うんうんうん、了解です。じゃあそもそもエージェも持ってない可能性もあるわけだ、武井も。だってもうその日で、うん、日曜日でね、そうか、新しく発行してきたっていう可能性があったのか。新しく発行してきました、最近、くずちろさん。ちょっとじゃあ、これは警察だけに話した方がいいと思うんで。そうですね、一応。あ、そうですね、はい。あ、まあ、ただ一応、一応言っておくと、その日、武井は、捜査令状等があるっていう話は、俺は聞いた記憶がないので、まあ、僕としては持っていなかったという認識です。うんうんうん。了解です。ですね、リスパンにします。はい。一応、2027だったかな、北の家が一番最初の発行で、その後、はい、薬の生成を行っている現場を見たけれども、なんかアジトなのか家なのかわかんないですけど、うん、そこに入られて、どうしようもなくなったっていうところで、ちゃんと証拠が揃ってるかどうか確認した上で、適正手続きに当たるなと思ったので発行しているものが一番あります。これ番地だっけ？それ警察からですか？はい。番地ってどこですか？それがですね、警察署の向かいの8182だったかな。あ、それはチードラのアジトだった場所ですね。ああ、わかりました。あそこは俺もいたな。じゃあその2件だけですか？そうですね。あとは単純にその月の島さんが違法素材を買い取るっていうのを公の場で。まあ、ツイックスで言っていたので、まあ、持ってる可能性があるというところで、出してほしいというところを言われたので、そこを出しています。なるほど。はい。今のところ出したのはこの3枚ですね。じゃあ、ないってことだ。なると。なるほど。ないってこと。なるほど。あかりさん。はい。病院で胃薬販売してますもう慣れましたよ、もういいっすよはい、でまあそうだな、一応カキさんちょっとこれ、まあ、誰に話したかはいっていうところごちゃごちゃになりそうだけど、一応カキさんに一応話をしておきますと、はい、そうですね、犯罪者は捕まえるべきではありますけれども、裁判所としては確実な証拠がないと発行できないので、お願いされても発行しない場合があるっていうのだけは伝えておきます。そもそもだってこの町で今回2件目じゃないですか、はい、2年経って。そうですね、今まででなんかだいぶ昔に1件あったっていうのを聞いたんですけど、で、はい、今回がこの町で 2回目なんで、家宅捜索自体が。で、それもう1枚含めたら、まあ、3件目なんで、はい、そんな簡単に出されるもんじゃないとは思ってるんで、俺も。まあ、今回、市長の許可が出たっていうところでお聞きしたので、うん、はい、出させていただきました。だから、多分、武井の一人で、市長が、ポンと許可出して、OK 出すとは思えないんで。なるほどね。仮に、はい、市長に武井さんが直接直談判したとしても、うん、令状を発行するのは市長ではなく僕なので、うん、はい、ちょっと例えばなんですけど、はい、家宅捜索なしに家宅捜索した場合ってどうなりますか？まあそうですね、例えば日本だと、はい、違法捜査なので。そうですよね、はい、うん、それを、ね、そこで手に入れた証拠はもし裁判になったら使えないです。ですよね、はい、だってないものとして扱われますもんね。だからこれで犯罪者側で裁判を起こしたいって言った場合、はい、いや警察がいや、はい、実際に薬あったじゃないかって言ったとしても、それは違法捜査による証拠の収集なので、うん、その薬はなかったものと証拠として取り扱うことはできない。かつ独自の過失理論っていうのがそこから派生した証拠も全部使えないので、警察は負けますね。そうですよね、はい、はい、分かってました。
う話すか。まあそうですね、一応警察内で周知 しとくみたいな感じのことは聞いてたので周知されてるかなと思ってたんですが、なんかいや今回ね、捜査令状が、はい、まあ、使われずに行われたってことで、はい、もしかしたらあの日曜日の捜査令状が、まあ、継続して使われてるのかなと思ったんですよ。で、継続、まあなんだろう、なんていうか、まあリアルの世界だったら1日だと思うんですけど、リアルって何ですか、ここですよ、うん、リアル、まあ、うん、そう夢の世界だったら1日だと思うんですけど、これはここの場合だといろいろ掟が違ったりするじゃないですか。そうですね、夢の世界とは日本だと、うん、そうなんですよ、期限があるけれども、この街はこの街の特殊性を考慮してって感じですね、僕が期間を設けなかった。そうですよね。ただその分、先ほど読み上げた文章、あれ実は日本だともっと短いんですけど、はい、ちょっと長くしてるんですね、はい、だから違うのかなと思ったから一旦確認しますっていう話をしたんですよ。はい、あの市長とも、はい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 、あちょっと聞いた、聞いた感じ令状云々の問題じゃなさそうですね。ですね、はい、終わりです。頭丸めるだけで済めばいい。はい、チェキ取りますこの後、はい、はい、あのにっこり笑顔で撮ってください。はい、撮ります、はい、あ終わりましたか。あ終わりました、はい、終わりました。どうなさいました、どうなりました。とりあえず一旦本人と話します、竹井と、はい、はい、でそれで、確実に違法となった場合は再度お話します、高橋さんに。ってことは現状違法なのか違法じゃないのかっていうのは判断つかないっていう状態で合ってます。まあ一旦本人とも確認させていただいて、そこで違法であれば違法と認めますこちらは。ああなるほど、酒井のやった行いに応じて違法かどうかは分かれるってことですか。そうです、だから俺たち高橋さんの意見しか聞いてないんで、一旦酒井の話も聞いてすり合わせた状態で、これはじゃあ問題だねって話になれば、まあこちらとしてはちゃんとちょっとお話をさせていただきます。わかりました、はい、ただ僕が気にしてる点っていうのは、武井自身が違法捜査を行ったのかどうかっていうところよりも、うん、あの建物に警察が捜査令状なしで入ってくること自体が合法なのかどうかですね、武井商事に限らず。つまり今後、うんうん、まあ、中に入ること自体、うん、発生すると思って僕らは生きていけばいいのかどうかという確認は今できますかね。現状は良くないと思います。はい、以上です。はい、現状良くないですね。はい、わかりました。そうですね、はい、はい、だからもし、本人からそういう話が出た場合はもう考えます、いろいろ後ほど。わかりました、はい、まあ、まあ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 僕は中立公平な立場なので何も言わないでおきます。ちょっと今のすぐ起きてほしいんだけど、できれば本人に明日俺がリアルにちょっと夢の世界が予定があって、ホタルこうやって一回 X をして、 X をして、高橋さん X をして、ホタル2回、もし俺明日ちょっとごめんなさい、あここ下に貫通するんで出た方がいいです。じゃあ上戻りますかね、お金。あ、ちょろっとだけだよね、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。もし明日聞かないでおきます。起きれなかったら俺が、ええちょっと明日夢の世界で俺が用事があって、はい、起きれなかったらそのまた後日でも大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫なんですけど、まあ、はい、もしその場合、うん、他の警察の方も、うん、まあ、あの建物はには入らないように通達とかってしてもらうことできます。もしくはそれはそうですね、はい、まあそうですよね、うん、違法捜査になってしまいますもんね、うん、はい、そうですね、本当にそれは、はい、こちらとしても納得できないことなので、まあ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 、それはそうだと思います。よろしくお願いします、はい、ちょっとじゃあ再度確認しますので少々お待ちいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、お時間作っていただいて。送ります。いえいえ、はい、あ、本当ですか。はい、送ります。どこにしよう。じゃ私が撮りますわ。これです。のみみさん、ちょっと一回送ってきます。あ、わかりました。また戻ってきます。化け物様とチェキ撮っております。
じゃあ E5 バーガーまでお願いします、はい、もう大丈夫そうですかね。じゃあお気をつけて。はい、くずしろさん、くずしろさん、もうダメだ、あ、疲れてるわ。ありがとうございました。レイさん大丈夫。優しい人はもちろんたくさんいるけど、初心者マークを外したら、はい、もしもし、強盗の人質とか。あ、もしもし、エヴァバリアント中よ。おー、バー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 。あんた、うん、この時間にいるなんて珍しいね。あ、そうなんだよね、ちょっとね、ね、はあ、ねえ、ちょっと話さなきゃいけないことがあるのよ、パパ。ああ、オッケー、わかった。今北署でガソリン入れてるんだけど、今行くわ。今ね、魔法少女カフェにいる。うん、ああ、わかった、うん。今行くわ。お願いします。はーい。はい。珍しいね、こんな時間に起きてたんで。確かに、もともとちょっと別の予定があって起きてたんだけど、これどころじゃなくなっちゃった。私もガソリン入れに来たんだけど。えらいよ。ちなみにおばば衛生外。あ、今つけたよ。あ、今つけた。ああ、で、じゃあ、真ん中は先輩とかにもちょっと話しておくと、まあ、おはよう。あの、この間日曜日に捜査令状を持って家宅捜索らしいんですよ、うん、旧モズアジト分かります？牧場の右上の。分かる分かる、あの鍵ガバガバのやつでしょ。あ、そう、ガバガバ、いや閉まってないですけど。昔、あ、昔はガバガバだったんだけど、うん、そうか。はい、あのボロ屋みたいなとこね。あ、地下にあの生成所みたいな、うん、え、知ってるんすか？だってあそこ知ってる、俺さすがに。あ、そうなんだ。場所くらいは知ってるよ、うん、あ、じゃあ、いや、地下に生成あるの？うん、そう、なんかビールのカンカンと生成、ビールのカンカンが知ってたの ?10 個くらい転がってて、うん、生成所。こっちにしようかね。うん、それで、シャウトにしようか。あ、俺シャウトにしてます、今。シャウト、あ、私もシャウトだ。え、これで、この捜査令状って、え、じゃあ、おばばと中場先輩の認識なんですけど、捜査令状って、うん、その日だけですか？ああ、それとも、別の日も使えるみたいな認識？うんうん、まあ、私はその日のつもりで入って、そのなんて言うんだろうね、 AM5 時以降は立ち入れないからっていう認識で押収したけど。で、今回の捜査令状の内容が、被疑者に対し罪を犯した疑いが存在しなくなった際、この令状により、捜査、捜索または差し押さえに着手することができない。この場合にはこれを当裁判所に返還しなければならない。罪を犯した疑いが存在している場合でも、捜索または差し押さえの必要がなくなったときは直ちにこれを当裁判所に返還しなければならないだから、結局はその日しか多分使えないと思うんで、この内容的に。もう一つ意味があって、その日しか使えないもあるけど、その捜査令状を持って家宅捜索をすることによって何を、差し押さえしたいのかを明らかにしなきゃなんで、それもね、内容書いてあります、一応。 OKOKOK、はい、まあその2つの意味かな、俺も。それで、あ、言っちゃう。そうで、番地もちゃんと書いてあるし、はい、で、大丈夫、その日なん、その日じゃないですか、そもそも。ただ殺人で今回、そ、今回、うん、オーバーは高橋殿が電話あってさ、うん、あの違法捜査を武井商事がしてるって話になって、うん、で、それって知ってた？オーバー、違法捜査って何の、ね、どういう、まあ、内容的に言ったら、うん、差し押さえ令状がないのに、あの、うん、1人で家宅捜索したっぽくて。いつだい？火曜日。火曜日？何時ぐらいか分かるか？19時頃って言った。19時頃。多分私はいなかったんじゃないかなと思うけど。で、その時に高橋さんに聞いたら、うん、まあ1人って言ってたから、竹井。で、中に入ってきて、職質かけられて、ノアチェンバーも行ったらしいんだけど。うん、職質かけられて、で、中のスタッシュも見られて、なんか、押収もされたって言ったんだよね。まず何の罪状？いや、まあ、薬物生成じゃない？そう、その場所で生成してるのは、目視してたんですけど、それが日曜日だったんですよ。うん。で、じゃあ差し押さえしたのは、その勢いで、
薬を押収しちゃったんだ、そのさらに別日で。別日でやっちゃったんで、なんでってなってて。ちょっと、ね、それは知らなかったね。聞いてもないよ。もう一個聞きたいんだけどさ、その時点でまあやらかしではあるんだけど、さすがに押収したのは薬だけだよね。いや、わかんない。それはあったから。これさ、それは本人に確認しないと。薬以外押収しちゃった場合がさらにやばいんだよね。全然その令状対象外のものを押収してるから、ただ普通に人のうちに空き巣で無理やり強盗して、強盗で物パクってっただけになるから。いや、その時のちゃんと押収、令状に書いてあるやつは押収されてるんで、で、書いてないものに銃とかに関しては押収してないんで、前回は。押収したらガチやばいね。今回だから、強盗普通にワンチャン職質かけたってことは銃持ってた場合とか押収する可能性あるんで、中にいた場合。でも人んちの家ってその人のテリトリーだから手出せないんだよね。だから多分、ね、やばいよね。令状がないとって話ですよね。そう違法行為をうちらがするため の, あのなんだろう、免罪符が令状だから。じゃあオバマは知らなかったんだ、そこは。まあそうね、知らなかったし共有されてなかったね。それ誰で知ってたんだよ。誰も知らなかった感じかい。多分警官一人って言ってたから。あー、庄司しかいなかった。そう、武井になんか職質かけられた、他はいなかったって言ったから。なるほど。で、そもそも鍵閉めたって言ったんだよね、高橋ホロンの話的には。鍵は開いてないからロックピックで入ってきたんじゃないかって。多分おい、やべえな、ちょっと待ってくれ。で、一旦ね、武井ちょっと多分寝ちゃったから、もう今話は聞けないんだけど、後日になんなきゃ。だから一旦今の今は、すぐに NG って言わずに高橋ホロンに一旦確認するって言った。ただまあ庄司一人の責任で押し付けられない。何か向こうから、この、多分それに関する法律が制定されてないから、裁判を開いて、その上で警察がボコボコにされて、いくら払いましょうねっていう言い渡しが、多分向こう、相手方に賠償金で5億6億いくのは確保したほうがいい。差し押さえなしでこうなったら、マジで裁判負けるっすよ、これ。やばいって。ちょっと、何が押収されたかっていうの確認できてるかい。いや、それはだから。うん、それはないね、今のところ。あと高橋ホロンと電話していいかい、話。ああ、いいよいいよ。あ、でも待って、うん、どうしようかな。ちょっと俺が電話するわ。ああ、そう、うん、さっきちょっと話をしてたから。なんかちょっと一回なしにしないかっていう提案してみるけど。なしにしないか。ああなしにしないかって提案するんだけど。ちなみに、ちなみに、何言ってるか分かんないかもしれないけど、高橋ホロンは魂的には入ってもらうのは全然 OK って。いや、でも、それは不当な操作だから。そこはじゃあ、あれなんだ、なんかさ、てっきりおばばとさ、武井ってさ、もう辞めるつもりでやるって話をしたじゃん、以前。ああ、まあ、そうね。そのライン来たかって思ったんだよね、俺。ちょっと待って、ちょっと一個材料あるから、それをもとに一回なしにしないかって言ってやる。材料。ちょっとごめんなさい、今出ますわ。じゃあちょっと俺、ウィスパーにしとくからさ、ピーカーで頼める。あ、ごめんなさい、ちょっとそれもできないのよ。あ、できないんだ。ああ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待ってるよ。ちょっとごめんなさいね。はいよ。まあ、終わったよ。ああ、お疲れ様です。お疲れ。話はついたわ。え、どうなった。一回なしにしてくれる。そうよ、そうで、加藤ノアチェンバーも その話は知ってるんだよ、長寿の違法捜査の話。それは高橋ホロンが土下座してでも止めてくれるって言ってた。頭下げさせんの。そんなことある。何を提示した。何を提示できることがあったの、そんなに。俺なんかない、なんかばあちゃんワンちゃん仲間をなんか退職させられるほどネタとか実は持ってない。大丈夫よ俺。そんなことないよ。何を持ってんの一体。じゃあとりあえずね、あ、はい、その DP への
その対策は終わったからあと庄司との話だね。そうだね。であればじゃあ武井は注意にしよう。まあ処罰はなしにしても注意してあのまあ休ませた方がいいかもです。え、あのさ、こうするその後に続くものがあってはならないという意味を含めてさ、今回の経緯などをさ、とりあえず署員全体に会議などの場でまあ、それでもいいからさ、共有、当時がいるときに説明させたりとかするっていう。いや、先の件というよりかは、令状の件を改めて認識させた方がいいですね。あ、まあ、それは、ね、そうね、うん、そう、もうちょっとなんか、あれだね、やっぱ踏み込むことへの重みみたいなものが、うん、そうっすね。そうね、もともと俺たちって人を撃ったりすることが犯罪行為許されてる立場だから、なぜ許されてるのか、もともと俺たちの強制的な執行とか物品の押収って犯罪行為だけど、警察だからこれこれこういう事情があるから許されてるだけだから安易にやっちゃいけないよって最終値だね、うん、本来安易にできねえから。いや、できないっすね、本来は。そうだよ、物だって無理やりだって、はい、職質押収だって強盗だからね、うん、根拠あって許されてるからね。なんか、それよりもババアが怖くなってきた。マジ怖い、びっくりしました。なんで言ったの。いや、それたまたまや。なんか一番喧嘩を打っちゃいけない人な気がしてきたわ、ババが。分かってた頃のババアって言わないでバーちゃんって言ってたからですこれね。怖いんだからな、何言ってんの。ちょっとじゃあまあとりあえず一回武井に話聞いてみてだね。まあ聞きたいね、まずは、うん、でただそれを聞いた上で、うん、まあ、注意と今後の動きをどうするかかな、武井。うん、そうね、うん、結構重てえよ、だね。まずか、結局本人にやどうだ、どうしようかな、本人にやらせる、本人の代わりになんか俺がもうあの警察じゃなくて警察勤務禁止みたいなやつさ、もう例えばそのなんだろう、あ、俺のせいで中川さんが禁止に食らっちまう責任取ってるってやった方が効くんじゃねえかな。いやー、どうだろう、ならさすがにならないんじゃないかな。したら俺魔女カフェ勤務してるがしばらく。何そのなす上官責任ってことか。そう、使用、そう、はいはいはい、使用者責任っていうので、ね、本人に取らせるのはまあ簡単だけど、ああまあそういうのもありなのかな。ちょっと、じゃあ私3日間リサ戦行くわ。いや待って、俺行くわ。ああ聞きそうだねそれね。いや俺が行くわ、うん、俺が謹慎処分にするわ。俺も一緒に謹慎する。多分今日、じゃあ俺聞くと思う。結構レン君は巻き込まれて謹慎食らいがちだから、そろそろね。行きましょう。あ、それはいいかもね。うん。二人で謹慎処分にしましょう。謹慎処分？何？なんていうの？まあ責任取るみたいな感じね。責任取って、うん、奉仕活動。奉仕活動、はいはいはい、はい。やるわ。うん、やる。うん。二人でやろう。じゃあ、まあ、明日竹井に話聞いて、まあ事実であれば星活動します。俺は手に取って、あの出勤の頻度はちょっとあれなんで、あ、まあそれはいいよ、いる時は星活動します。はい、はい、パパ、じゃあ今証人として そういう責任を負いますんで、俺は、うん、分かった、はい、まあ、竹井に何か言われたらちゃんと証人として見届けたっていうのを言ってもらえたら、あいつらがお前の責任取るってよ、うん、多分そっちの方があれじゃないかな。さすがにもう前、もう前やったからな、なんだっけ、会場レストランでね、謹慎はやったので前。じゃあそういう、そうしましょう。まあ、はい、そうね、ボバありがとう。うん、すごいわ、あんた。びっくりした。あんたすごいわ、本当に。でもこの件、どんな件があったんだで聞いて、この、ね、内容だから肝が冷えまくっちゃった。なんか一番刑事やってるわ、本当。いや、恐ろしいわ。あ、鍵閉めてね、最後。はい、さあ、お前こっちで喋るか。
本社も集まってるかい？もういるよ。ジャック。ああ、なんか。なんで3日休むんだ。ちょ、じゃあ、偉いんで、その真ん中座ってくださいよ。真ん中？真ん中っていうか、ここ。これ、この白いの？ああ、このなんか、あの、あれ。ああ。あいつ。簡単。ああ、じゃあもう来るからいいか。とりあえず。来たよ。ああ、お疲れよ、ババ。庄司、じゃあ、まあ、手前に座らせた方がいいか。うん。でもいる？な, ね、なんで とりあえずなんで殴ろうとすんだ。びっくりした。よいしょ。こっちにするんだね。了解。あけい、これ呼び出したことは、ま、麻薬系か。麻薬系ではあるですね。ついにあれか、なんか進んだ感じか。どうなんだ、一旦一時的に交代した？おばば、これもう、え、交代？いや、まあそんなことはないけど。まあ、つうか、おばばがまあ昨日話を、うん、ね、解決してくれたからいいけど。まだ来なそうだから、じゃあ簡単にキャップに伝えるね。は、とりあえず昨日がショロンから連絡があって、いい、で、武井商事のあの責任者、上司は誰って話になって俺になるじゃん。うん。で、まあ呼ばれて話した時に、ね、武井商事が違法捜査をしてるんじゃないかって話で。え？で、火曜日の出来事？あ、結構前だね。それでなんか違法捜査があったらしくて。パティ。で、昨日バボアとオバマにもなんか急遽起きてくれて大変だな。で、それで、それは一旦解決したの。あ、違法捜査じゃなかったってこと？いや、まあちょっとそこは。そうか。あ、来た。はい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 。おはよう。おはよう。あ、おはようございます。おはよう。じゃあ、揃ったから、とりあえず解決、あ、解決が、話をすると、はい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 。武井に確認したいのが、まずね、うんうん、昨日俺が高橋ホロンから連絡があって、うんうんうん、で、その内容が、なんか武井商事が違法捜査をしてるって内容だったのね。はい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 、はい。で、火曜日、今週の。はい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 。俺ちょっと起きてこなかったからわかんないんだけど、事実確認したくて、うんうん、旧モズアジトのところで、捜査令状がないのに家宅捜索した？まあそうですね、まあ作ってたんで行きましたね。家の中入ってた？はい、家の中入りましたよ。あ、で、押収した？押収しないですよ。押収してない？押収しないですよ。職質はかけた？はい。で、加藤アスと喋ってって感じです。それ、ロックピックで鍵開けたかい？開けましたよ。普通に開けましたよ。本来、あそこは捜査令状なんだけど、捜査令状今ある？今もう使っちゃいましたね、前のやつ。あ、そうで、なんか、まあ、返却しなきゃいけないから、ね、あの捜査令状って、捜査令状が発行されてその日しか使えないの。なるほど。だから本来あそこも敷地内だから、相手の。はい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 。だから捜査令状がないのに、勝手に鍵を開けて中に入ることがまず良くないのよ。そうですね、ちょっと僕の個人的なその認識の違いでしたかね、多分それは。普通にあそこを、うん、その普通の薬物生成所っていう判断だと僕思って乗り込んじゃったんで。うん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 。はい。なので、そう、生成所みたいな扱いで。そうですね。で、一回入ったし、うん、そういう認識なのかなっていう感じで開けて入りましたね。ああ、なるほどね。
そうっすね。でそれでまあカットワーツと話して、うん、でまだなってないしみたいないう感じで、じゃあそういう感じなのねっていう雰囲気になって、雰囲気っていうか話し合いになって、あそうっすね、了解って感じですかね、まあ、一応その、はい、認識としてはもう今後は令状がない限りは勝手には入れないから、はい、わかりました、はい、お願いします。で、その高橋ファロンとこの件に関してはもうおばばが解決してくれたから一旦とりあえずなしになってる。え、手打ちにしたの、すごい。どういうことですか。ああ、あれですか。ありがとうございます。ああ、なんか裁判にすることもできるみたいな。まあそうだよね、不法侵入だもんね、その向こうからしたら。じゃあそうですね、まあそこはちょっと僕の認識の違いでしたね、うん、そこは麻薬性正常みたいに入っていいものだと思って、ね、入りましたね、うんうん、どう収めたんだ、怖すごい。いや、まあそれは聞かないでおいたけど、ね、俺も一回高橋フォロンと話しばして、あで、ノアチェンバーと加藤篤とは私話はできてないんだけど、うん、その二人がなんか裁判に向けて動くようだったら、うん、高橋ホロンが土下座してでも止めるって言ってたから。どういうこと？シャーマンかい。だからあっちが1回、うん、そういう動きをするんであればこっちもそういう動きはしなきゃいけないと思うから。ああ、なるほど。だから、武井商事の責任を負って俺は3日間警察を辞めます。え？そんな行くんすか。はい、3日間辞めます。え、本当に、え、退職するの3日間。3日間やめます。なので、南署のなんかもし何かあった場合の責任はマルーンと仲間になりますのでよろしくお願いします。はい、はい、任してください。お前任してくださいじゃないよ。お前赤木さんがって言えよ。何が任してくださいだてめえ。いけちゃった。お前ずっと冷静だな今日。まだクソやってるかお前。やべ、笑わせないでください。やめてください。こっち真剣に考えてるんですよ。おぶっ飛ばすぞ、はい、マジで、はい、本来だったらあなたが責任を取らなきゃいけないところは赤木さんが責任取ってんだよ。こいつ本当に。いや本当に、いやさん、あれよ、本来だったらクビだからお前。そうだよね。え、だって一回もうチョンボしてるもんね、白シミ打ちまくって。そうで、それでそう こいつ本当に釘刺したんだから、これでもうクビだよ本来だったら。いやそうっすよね。でも今までの功績とかも含めて、ね、いろいろ考慮した上でランク上げたばっかで。そうだよ、ランク上げたばっかだよ、しかも全く聞こたえてない。いかれてる。やっぱ笑い事じゃないです。いや、レンさんが3日間警察に。お前のせいだよ。いや違う、俺今お前に聞いてんだよ。払わないでください。そっかよ、そっか。はい、レンさん、別に私もじゃあ謹慎でも全然大丈夫ですよ、うん、いや謹慎しても無駄だなと思ったの。僕はですか、うん、こいつクビにしても無駄だよね。クビにしても多分捜査やるだろうけど。そう。だって言ってたよ、クビにしても高橋ホロのクビを取るまでやりますって昔言ってたよ。とんでもない犯罪者が誕生するぞ。いや、もしねえ、武井言っとくけど、この3日間でまた問題を起こして、そしたら次、ね、マルーンと仲間が責任を負うことになるから。どんどん上の人間が謹慎していくのに、こいつはめっちゃ捜査するってこと。いや、まあでも、わかりました。じゃあ私も3日間、お3日間、次の捜査12時間張り込みします。お前いや、そうじゃないでしょう。クビにしようか。わかりました。じゃあ3日間私もじゃあちょっとお薬の件に関してはちょっと離れますんで、はい。おお、何すんのその間。え、ドライブします。怖っ。まあ小型対応したりとか大型行ったりとかあるでしょ、薬以外にもね。わかりました。じゃあ大型に。でも武井、めっちゃ頑張ってるのは知ってるから。そうだね。うん、いや、そんな頑張ってないですよ。いや、頑張ってると思う、全然。いやいやいや、そんな頑張ってないですよ、うん、だから、全否定してるわけじゃないしさ、いいと思うんだけど。だけ なるほど。で、レンさん、え、じゃあ、うん、せっかくの休みですし、
どっか行きますか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お前レクリエーションだけじゃないぞこれ。反省の機会なんぞ。こいつ本当に。お前マジ。痛い。やっぱあれなんだな。100万人も超えるとこうなっちゃうんだな。どん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 。すごいな。化け物だな。いやいやいや、反省しますよ本当に。はい、全く感じない。普通に反省します。いや普通に反省します本当に。本当ですか、はい。反省します。反省します。まなるんですけど、反省してるんですけど。ごめんなさいね、ちょっと操作の方が頭に入ってて、ごめんなさい。でも、あれよ、ここまで積み重ねてきたものが全部水の泡になっちゃうからね、一つで。そうですね。うん、向こうが訴えるようなことあったら、ちょっとね。いや、それ結構きついよね。だって、市民に悪徳操作してるって言われるってことでしょ。バレるってことでしょ、しかも。まあそうですね。え、もうあれなの、ババ。高橋ホロンとかノアチェンバーからはそういった情報は流れないってことじゃ、うん、今後は。まあじゃないかしらね。それじゃなかったらこっちもそれ相応のね話にはなるけど。ああどうだろうな、この話自体も必殺って内密でいいと思うんだけどな。これ広まったり広まったら多分めんどくさそう。多分何かあるたびにずっと庄司言われるからきついと思うね。うん、まあ裁判にはなってないから。いつよ、はい、私はって言ってる。いや、よくないんだよ。よくないんだよ。はい、よくないんだよ。はい、何がよくないか分かる、滝。無断で入ったことですか。ちょちょちょ、南署のメンツもあるんだよ、これ。あー、なるほど。確かに。全然分かってないの。ちょっとごめん、静かにする。だから、これが広まれば他の警官にも広まって、うん、はい、多分市民にも漏れる可能性あるから。高橋ショーロンとナーチェンバーがそこで止まるんだったら、ここでなんだ、麻薬捜査本部でも話だけで止めてもいいんじゃないかな、他の署員に言わずに。うん、そうね。あ、そうですね。じゃあ、まあ私は特に言ってないから。うん、俺が3日間辞めることはまあ署長ラインには上官ラインには行ってもいいかなと思うけど。やめるってさ、はい、一応何もう本当に謹慎。ああ、そんな姉さん、ここも合わせてくださいよ。うるせえお前マジで。お前これ。いってー。私もじゃあそれを責任を負って、私も3日間クビでも全然。いや、ああそうね。まあ、1日ぐらい休むんだ。休んだら。そうですね、うん、そうさせていただきます。これ以降は普通に操作してもいいけど、なんかあれ一応踏み込む時とか連絡した方がいいかもね、もしそうなるんであれば。ああ、まあそうね。この時だって一人だった竹井。いや、皇帝さんとかがいて。あ、違う、踏み込んだ時、まあ、一人です。でも事件対応してて中で作ってるから入ってもいいですかっていう感じの内容を話したような、皇帝に、ような確か皇帝にどうでしたっけ、なんかどうだったっけな。それだとしたら皇帝にも話聞かなきゃいけなくなっちゃうから。まあでも僕の独自の判断ですね。じゃあえ、どっち、どっち皇帝が許可出した。いや覚えてません、正直あやふやです。まあまあまあそうだ、難しい、ね。まあ、じゃあまあ今後はまあ何か突入、建物に突入するときは令状、そうね、令状、まあ、鍵のある建物か、あと鍵のある建物にそのロックピックしない。あれ俺火曜日いたか、まあわかんないけど。そうね、いたとしてもでも手が一人で動いてたんだもんね。火曜日ですか。火曜日はそうですね。まあ令状を取って、なんかあの前みたいに一回テストしたじゃん、モズのアジトに、北のアジト、ああいうテストの時はいいけど、それ以外でなんかはあ、ここ入れるんかな、令状もないのに入れるんかなっつってやるのはやめようって感じじゃない、うん。ちなみにその話は高橋ホロンからってことなんですか。加藤篤とは話してないんですか。いや多分その時あの職質かけたのが高橋ホロンとノアチェンバーだよね、多分じゃないの。一応なんですけど、うん、うん、
まあ加藤敦もいて、加藤敦と話してこれこれこういう感じで、じゃあ師匠聞いてみろよみたいな感じで一旦そこは終わったんですけどね。言うてもまあじゃああれだね、師匠に聞くまでもなくまずい操作かな、もう聞かなくていいよ加藤敦に、まあ、ぶり返さなくていいと思う。なんか一応高橋ホロン的にはあそこは組織のなんかあの建物って言ったから、うん、で鍵を所有してんのもその組織の上位の人間しか開けられないっていう、うん、うん、なるほど。まああれよ、簡単に言ったらあのロックピックで開けるのっておかしいよねって話だから本来は。まあ確かにそうですね。まあまあ庄司も待ってくれたから、まあ、いいじゃない、うん、いいじゃない、お疲れ。はい、お疲れ様です。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。じゃあジャブ外します。さよなら。出られなくなるよ、ここから。今日何するんですか、アレさん。そしてワンスヒューマンじゃねえのか。もう寝る。俺出た、ワンス。なるほど、事態は大きくなっていたと。事態は大きくなった。なんでお前一言なんだよ。事態は大きくなった。事態は大きくなったよ。お前が大きくさせたのに。裁判もちょっとまあ見てみたかったけど、ちょっとね、警察の立場が不利になっちゃうからな。まあ、まあ、ちょっとそれをね、市民の前で見せるわけにいかないから。そうそうそう、だってなんかあるたび違法捜査があって絶対言ってくるやついるから。裁判になったらマジでエグいな。地獄だよ。まあ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 。僕が何か言うたびに笑うのやめてください。全部俺ごめん、あのずっとミュートして笑ってたよ。こいつやべえって言ってたよ。俺やべえやつ好きなんだよな。ってことは庄司、何ですか？これあれだな、どんどん破っていったら次はマルンと半ばが禁止になって、最終的に南署員全員が禁止になる可能性が。南署そのうち私北署に左遷になりますよ。大丈夫、あのそしたらあれやん、そしたらあれやん、北署の署長が今度禁止みたいになる。なりますね。なりますね、はい、じゃねえよ。あ、100点だ。100点じゃないけど、いやでもお、いいね。ああ、いいですね。似合ってますよ、姉さん。いや、でもね、いいと思います。たまには、姉さん、休んでください。お前のせいだよ。たまには休んでくる。休まざるを得ないんだよ。おやすみ。おやすみなさい。いや、おやすみ。レンさん待ってくださいよ。レンさん、あいつなんだマジで、なんで一人だけで責任を取ろうとするんですか、レンさん。あいつ、お前なんだマジで。お前まだ話がついてないですよ、レンさん。もうついたろ話。レンさん、もうついたって話。どうしてそんな。ヒノラン大丈夫？事故？勝手に動くんですか。いや、お前ごっくさいね。事故了解。私も勝手に動きました。違う、くさい。ですが、A さん。生きる？行くわ。いや、足を巻き込んでください。どっちみち、もしかしたら、まあ、俺が起きてたか、起きてたらなかったか、まあ、思い出せないけど、起きてたら、俺の責任でもあるし。A さん。部下が何かあったら、責任取るしかないのよ。私、レンさんになれるような気がしません。言ってんの？え、何言ってんの？え、何言ってんの？あれ、署長になれる自信がなくなりました。え、何言ってんの？お前。そんな責任を取ってくれる上司なんて他にはいません。ちょっと待って、このタイミングで俺、お前、南署の署長の座狙ってんの？いや、私は南署の署長になるのが夢でした。ですが、私はまだまだほど遠い存在だと、今、改めて分かりました。狙ってるよね、がっつり。はい、今はいはいって言ったら、はい、はい、もちろんです。はい、
だからマルーンさんが副所長になった時、うん、ちょっと悔しかったです。いや、なんで僕じゃないんだって思いました。あ、今何狙ってんだ。あ、はい、もちろん、あ、もちろん当たり前じゃないですか。もちろんか、そっか、はい、くそ、まだまだレイさんには程遠いや。まだまだレイさんには、いやー、これは事故だね。やっぱり、はい、とりあえず一旦俺に300万切ってください。いやー、もう謹慎したばっかだろ。いや、いいっすよ、300万切ってください。切らないよ。いや、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。